さて、こんにちは、アイロンです。今回、ファイブナイツ・アット・フレディーズ2の、5日目まで無事にクリアすることができて、個人的にですね、このゲームのパターン化に成功したので、攻略のポイントなんかをね、おさらいという感じで、皆さんにお伝えしていけたらなと思って、この動画をね、アップしております。でですね、このゲームにおいて、攻略のね、ポイントとなる重要なポイントがね、2つあるんですね。まず1点目。1点目は、敵のね、重要度、敵の危険度をこう順位付ける。なんで敵をこう処理する順番を決めておく、あらかじめ決めてそれにのっとって敵を処理していくっていうのが1つで、もう1点目がですね、マウス操作になるんですけど、このちょっと待ってね、このね、今ね、画面に出てると思うんですけど、この動作が素早くできるかどうか、これがねポイント2なんですけど、これもしかしたらポイント1より重要かもしれないですね。っていうのは、敵がね、デスクの前にわっと出てきた時、あの時にまあプレイヤーはお面をかぶって敵をねやり過ごすわけなんですけども、ゲームオーバーになる時とね、やり過ごせる時があるんですね。でね、自分その違いが全然分かんなかったんですけど、あれどうもね、速さによるものらしいですね。なんでそうですね、人間のね反応できる本当ギリギリ限界ぐらいの速さでお面をかぶってあげないと、4日目、4日目と5日目に限ってはね攻略できないですね。ちょっとね実践していきましょう。多分見せた方が早いと思うんで、でですね、敵の順位付けなんですけども、基本的に1番と2番は針金のウサギと、あと人形ですね、男の子の人形がダクトから通ってくるんで、その2体にね、この部屋に侵入された時点でもうほぼゲームオーバーなんですよ。なんで男の子の人形と針金のウサギ、あれウサギなのかな、が出てきたら、まずそいつらを優先的に駆除するっていうのが1点。あとですね、これやった方がいいんですけど、タブレットを解除した後に即座にこのお面をかぶるっていう、この動作をね確実にやった方がいいですね。今これここまで来てて、男の子がお面でこうなんとかやり過ごしたんですけど、あの時にタブレットを一瞬でも見ちゃうと室内に入ってきて、それでもうほぼほぼゲームオーバーになっちゃいます。びっくりした今の、今のはねちょっと関係ない、タブレット見すぎたせいかな。フォクシー、中央のフォクシーか、フォクシーに、ライトを全然当ててなかったせいだと思うんですけど、っていう要素がね大きいですね。なんでこのね、ファイブナイツアットフレディーズ2、クリアできない方もね多分いらっしゃると思うんですよ。っていうのは、パソコンのモニターの解像度とかマウスの動き方のせいでね、難易度がこれ劇的に変化するんですね。マウスでこの動きが素早くできないっていう人多分結構いると思うんですよ。今ね、これ自分ペンタブで、絵を描くペンタブでね操作してるんですけども、この操作をワンセットにする、これがねすごい大事ですね。なんでクリアできない方はもうこの覗くのやめた瞬間に、敵がいようがいまいがとりあえず人形をかぶるっていう、この動作をワンセットにするとね、だいぶそれだけで攻略レベルというか攻略度合い、安定性が増しますね。そこら辺が大きな要素なんですけど、で多分開発者さん側もね、この動作をねワンセットにするっていうのを多分想定してるんでしょうね。でないと、ほぼね人間が反応できる速度ギリギリぐらいの速度じゃないとあれ対処できないので、なんでね、残念なところを挙げるとすればそこですかね。 PC 環境とかマウスとかの性能によって難易度が劇的に変化しすぎるっていう。でもこう音がね、あと音大事ですね。音が鳴ったらダクトを確認するって、でこいつは別に重要じゃないんで見なくていいです。でこいつが大事ですね、はい、っていう感じでしょうか。一応ね、自分は本編の動画も全部アップして、5日目に限ってはね一発クリア、完全にパターン化してしまったので一発クリアしちゃったんですけど、ちょっとワッと出てくるやつやってくんないかな。これですね、この時に今みたいな、今ぐらいの速度でないと
やり過ごせないんですよ。今よりちょっとでも遅れてしまうともうゲームオーバーになってしまうので、4日目5日目に限ってはね、これ本当にきついかもしれないですね、パソコンの環境によっては。あとね、きついのがね、特にマルチディスプレイの方ですね。自分あのパソコンにね、モニターを絵を描く液晶タブレット、あれを含めて、まあ、4枚挿してるんですけど、このゲームね、あのウィンドウ化ができないんですね。今みたいなあの1セットにするとこういうの攻撃を回避できるっていう。でね、ウィンドウ化できないっていうのがあって、カーソルがね、画面の外にまで行っちゃうんですね。でこいつが出てきたらこのタイミングで確実に駆除していくと。ちょっと友達のこれこういう感じですね。もうワンセットにするっていう。で今ぐらいの速度でないと追いつけないですね。あ、で待って、ガキが来たのかという感じでしょうかね。なんで、まあ、複数枚ねモニターを使ってる人だと、このカーソルが画面の外まで行っちゃうんですね。あのファイブナイツアットフレディーズが窓化できないので、それがね一番きついかなっていうところですかね。なんでまあその点だけ、2点だけね、敵の順位分け、危険度のまあ優先順位を自分の中できっちりつけておく。あとこの動作を必ずワンセットにする。この2点をね守るだけでね、多分まあ誰でもクリアできるようになるとは思うんですけど、まあ一番きついのはこの山の動作ですね。やっぱりこれがねマウスによっては本当にできなかったりとか、モニターの解像度大きければ大きいほどこう動かす範囲が広くなっちゃうんで。でこいつ、このピンク色のウサギ、白かで音が聞こえたんでどっか行った証拠ですねっていう感じですね。はい、今ね、今ちょっと遅かったんですけど、多分これだとダメなんじゃないかな、どうだろう。あ、いいんだ、今ぐらいの速度がまあようやくギリギリっていうところですね。はい、なんでまあ4日目5日目でねどうしてもクリアできないっていう方は、ここら辺を特にねあの留意してプレイしてみるといいんじゃないでしょうか。待って、なんかいる。でこのコリコリする音がするっていうとノイズですね。あの敵がねすぐ近くに迫ってるっていうまあ合図なんで、でいなくなったと、音がすると、まあ、この繰り返しですね。でまあこうやってれば、あのなんだろう、適当にこうやってねダベりながらやってても普通に、ね、あ、入っちゃってきて、入ってきてたのかな。まあ今みたいにねダベりながらやってても集中しなくてもある程度までちゃんと進められるようになるんで、重要なポイント2点ですね。敵の危険度の優先順位をちゃんと明確にして処理する順番を決めておく。で2点目がこの山の運動、ちょっと待って、液タブのカーソルどこ行った、これですね。この山の運動を確実にワンセットにして素早くできるようにするっていう、まあ、そこだけ注意すれば問題ないかなっていう感じですね。はい、よかったらですね、コメント、高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいですね。本編の方のね、怖がってる方の初回の何にも知らない怖がってる動画もぜひ楽しんでいただけると幸いです。というわけで、今回はこの辺で、またね、次の動画でお会いいたしましょう。ではでは。